はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。お。ですね、今日。今ですね、私、大阪の、枚方市に住んでおります。枚方市。これだ。今日の朝すごかったですね、地震が。今日は6月18日です。この収録の時点で。いや、すごい縦の揺れがきつくて。で、緊急地震速報っていうのがあるんですが、緊急地震速報が鳴ったのは、もう揺れ終わる寸前、だいぶ緩くなった時でしたからね。直下型でしたよね、かなり。多分、枚方よりも、その、淀川の対岸の高槻とか茨城の方が、おっと？どうした？なんか来る！お、SSR！ サドラーズギャルだ！サドラーズギャル持ってたよな。おー、サドラーズギャルを手に入れました。さ、サドラーズギャルをこれ種付けしてみましょう。そう、とにかく、ディープのライバルガチャっていうのがありますね。1番引いてみよう。永大クイーン多いな。というわけで、本来ですね、京都に会社があるんで、京都に行くつもりだったんですが、間違えた。京都に行くつもりだったんですが、まあ、これで、京阪も JR も止まってしまいまして、近鉄も。で、京都に、行けなくなってしまいました。なんで、家でちょっとできる仕事はしてっていうのが今日だったんですよね。まあ、なんせね、ちょっとね、ずっと、あ、そうか、サドラーズギャルって、フレンドの馬を、つけたのか。だから、これからですね、サドラーズギャルを所持は。八島素振り。間違えた。生産チャージのみなんで、あまり美味しくない。まあ、そういうわけで、衝撃的な、昨日まで何もなかったのに、唐突に、来たことがちょっとびっくりでしたよね。ちょっと驚きました。さてですね、今回3月を1週か。まあ、WBC ですね、普通に。まあ、もっとも電気が止まらなかったり、まあ、物はほとんど私の家は落ちなかったんで、まあ、市内とか、竹月市内でも多く落ちたり、そう、大阪にアニメ、某アニメ会社で、なんか資料が丸ごと棚から落ちて、なんかもう散乱してるっていうのを見ましたよね。揺れ方によって、もしかしたらその落ち方っていうのは変わってたかもしれないんですが、こちら落ちたのが、まあ、低い机に
まあ、20センチぐらいの高さを机に置いてたデジカメと、それから、こう、積んでた、縦積みしてた、まあ、釜飯の元だけだったのがすごく幸いでした。まあ、スーパー行くと、まあ、弁当は、夕方、まあ、遅かったということもあり、夕方、売り切れててたんですが、まあ、まだ在庫はあったと。まあ、こういう、流通系ですごく気になるのが、トラック今すごく、スーパーとかコンビニって頼ってるんで、それが走らなくなって在庫が落ちちゃって、売り切れが発生して、まして、買い占めに走るから、ただまあ、非常に落ち着いてましたね。枚方の、周りは。それは良かったと思います。そろそろレースに出さないといけないが、調子がね。まあ、そうそう、レースに出たいんだけどな。調子がねー。これはあと、調子を良くしないといけないよな。ようやく調子が上がってきた。で、0キロプラスの疲労回復もあるけど、調子回復これかな。あ、で、ダブル、ちょっと2キロ、重いけど、WBC 出しましょう。前回の、調教でですね、距離適正が長くなりました。要するに、この、レースに出しても通用するということです。出してみましょう。引き続き C です。まあ、これはもう引退まで C でいきます。はい、というわけでまた後でお会いしましょう。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。はい、カタナ・アラベスクが WBC、 に、出走いたします。前走ですね、お、一番人気になった。 WBC 初の一番人気ですね。おっと、二重丸が三つついてますよ。これはチャンス。さあ、他はビッグモーメント、遠野二世と。この、ライバルといいますか、リアルホース、
プレイヤーのホース3頭が人気を分け合っております。そうですね、丸以上もこの3頭で分け合ってますからね。行ってみましょう。買ってくれ。WBC ターフです。極東競馬場。芝2400m。ファイーストスタリオン。タキーというわけで。ファーイーストって言ったら、なんか昔、ファーイーストリサーチって言って、なんだったっけな、なんか、日テレ系でやってた、調査番組ですね。あれを、なんか、特捜なんたらかんたらとかいう番組があった。匿名リサーチ24時だったかな。あれはすごく面白かったです。ドラマ部分とドキュメント部分があって、それが混ざり合ってるんですよね。ああいう番組また見せてくれないかな。マジカルバナーとか良かったよな。さあ、まずまずのペース。よ。4番手をつけてますね、今。この、普通の滝ですね。音は鳴りましたが。虹の滝じゃなかった。さあ、いよいよ。さあ伸びるか。今赤のは低走して確実に差を詰めてますが、あ、他の馬来るかな。ハイランドリールが来てるが、さあビッグモーメントが一気に伸びてきたぞ。さあ粘れるか。粘ったな。粘りました。勝ちました。見事です。二冠ってあるんですね。次は2000狙おう。本当に厩舎レベルを54に上げまりました。素晴らしい。タイムもなかなかいいですよね。ようやく力を発揮しだしたっていう感じですかね。会心のレースでした。一番人気になったっていうのも大きいんじゃないですかね。人気が下位で勝ってもしっくりしないかもしれないですが、一番人気になって勝ったっていうのは大きな成果だと思います。さあデイリーガチャ引いてみましょう。何もなさそう。メガスターダムですね。多いですね、メガスターダム。あと SH デラックスガチャも引きましょう。ヒヒン丸像か。
はい、というわけで、カタナアラベスク見事にジャパンカップに続いて WBC を制覇してくれました。ちょっとプラス2キロ、やや余裕のある体つきでしたが、それでも一番人気になって勝ってくれたということで、まあ体質が弱いのは弱点ではあるんですが、なかなかの安定ぶりだと思います。次回なんですが、まあ SWBC ではちょっと荷が重いんで、 G1 出てまた WBC かな、で次の世代かけた方がいいかもしれないですね。というわけで、次回をお楽しみに。ゲーム動画でいこうではですね、チャンネル登録者数1000人を目指しております。この動画タイトル欄の右側にチャンネル登録ボタンありますので、押していただいて、チャンネル登録にご協力ください。また高評価コメント、この動画の SNS など拡散も歓迎しております。ブログツイッターをやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画プレイリスト流れます。そちらもよろしければ見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。